S-90 は、イギリスの 155mm 自走榴弾砲である。1993年に製造が開始され、イギリス陸軍の5個砲兵連隊に、M1955mm 自走榴弾砲、FV433 アボット SPG105mm 自走砲、FH70155mm 牽引、自走式榴弾砲などを更新しつつ配備されている。 攻撃姿勢を取る AS-90、AS-90 AS は、ビッカース造船技術者が、自社資金で独自に設計開発した。1970年代より、イギリスは、ドイツとイタリアと共同で、M1955mm 自走榴弾砲の、後継である 155mm 自走榴弾砲、SP-70 を開発していたが、様々な問題から1986年に、 開発中止となった。それを受けて、イギリス国防省は、新型の 155mm 自走榴弾砲の開発要求を提示したが、それに、すぐに応えることができたのが、ビッカース社が独自に設計開発していた AS-90 のみであったため、ビッカース社は、イギリス国防省との間に1990、2002年、ベーシステムズ社は96両の AS-90、 の手法を長方針の52口径 155mm 砲に換装する契約をイギリス陸軍と締結した。この契約に基づいて回収された a s 9にはブレイブハートの愛称が付けられている。最大射程は標準型の砲弾で 24.7km であるが上記のブレイブハート仕様への回収に伴い、最大射程は 30km に延長された。 AS-90D 上位にへの耐熱防御とエンジン、機関部、電子装備の冷却機能を強化し、キャタピラなどを砂漠地帯での運用に最適化した派生型。AS-90 ブレイブハート AS-90 の手法を長方針の52合計 155mm 榴弾砲に換装した型。AHS クラブポーランドがライセンス生産した。 AS-90 ブレイブハートの砲塔を PT-91 を元にしたポーランド製の車体に搭載した方、ポーランド陸軍は2008、また2015年から韓国サムスンテックウェン社が生産する K9 の車体をベースに製造した車体を輸入して国内の工場で組み立てたものを受領する ABCDE a s ブレイブハート m m セルフ プリペルドハウィットサー。2019年10月18日へ閲覧。ありがとうございます。